大掃除にはぴったりな日ですけど、特にこの日はバラを飾って掃除すると運気も機運もいつもよりもさらに波動が上がります。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて、12月10日のお誕生日の皆様、12月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、この10日は虎の日なんですけれども、不成就日なので成就しない日になるんです。ただ私が思う不成就日は悪いことが起きるとかそういう日ではないんですね。怖い日でもなく、ただフラットな日なんです。で、私たちの世界には必ず陰と陽があって、このバランスがあって必要な部分でもあるんですね。毎日が陽だけでもないし、こういう不成就日という陰という日も大事なんです。それはこの不成就日ってエネルギーを蓄えておく日なんですね。いらないものやエネルギーを捨てるから、新しいものやエネルギーが入ってきます。そして成就しない分、断捨離や浄化、デトックスを意識するにはぴったりな日になるんです。でね、不成就日はまたの名を不浄日とも言われてるんですよ。汚れという意味でもあるので、自分の汚れを払うという意味なんですね。私は定期的に浄化することをお伝えしていますが、浄化なくして運気上昇、機運上昇、開運することはないと思っているので、この日があるからこそバランスが取れて、運気や機運がアップするんです。そして浄化すると奇跡がたくさん起きるんですよ。これから飛躍するためのエネルギーを蓄えておく日と思うといいですね。ちょっとね、会社を立ち上げるとか、起業するとか、命名するとか、納車とか、結婚するとかは、この日ではない。他に開運日がいっぱいあるので、不成就日と重ならない開運日に行うといいですね。ただし、エネルギーは上がらない。成就しない分、断捨離や浄化、デトックスを意識するといいです。この日、何でも溜め込んでいくと、運気はダウンしちゃうんですよ。でも、断捨離や浄化をすると今後奇跡が起きるんです。そういう意味も含めて、この年末に向けて最強の大掃除にぴったりな日ですから、大掃除におすすめの不成就日になるんです。この時期の不成就日、最高ですね。不成就日って断捨離しやすいですし、大掃除するとその分のエネルギーが必ず返ってきますからね。ということで、今回はこの不成就日にやったらいいアクションを6つお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいいアクション。1つ目は、不成就日の開運フード。この日はネギを食べる。邪気を追い払ってくれる効果があるので、ネガティブなものとか嫌なことを浄化してくれて、体に取り入れるとその後に運気が上がっていきます。人間関係も円滑にしてくれて、新しい出会いを引き寄せてくれたり、特に運がいい相手と出会うことができるので、一緒に自分の運気を上げていくことができます。体にもいい栄養がたくさん含まれているので、寒くなってきた今の時期にはぴったりな食材で、健康運もアップさせてくれるし、その後に運気も機運もどんどん上がっていきますからね。そして次に2つ目のアクションは、不成就日の機運アップ断捨離。この日は家の断捨離、大掃除をする。2023年もあと少しということで、家の断捨離や年末の大掃除にはぴったりな日です。浄化や断捨離をすると、その後に運気も機運も急上昇します。で、この日は不成就日ということもあって、先ほども言いましたけど、断捨離がとってもいい日です。断捨離することでネガティブな気を追い払って新しい運気を呼ぶことができます。で、この日は特に捨てたいけどなかなか捨てられないものを捨ててみましょうね。この服はもう着ないし捨てたいけどなかなか捨てられないとか、使わないから捨てたいけどと迷っているもので、本当に必要でないのなら思い切って処分をしましょう。高かったからとか、まだ使うかもしれないと言いながらね、何年も着ていない服はエネルギーが下がっていて、使われないものもそれ自体のエネルギーが下がって、周りにもネガティブな気を広げてしまうんです。なのでそういうものがあれば、この日は迷わず処分をおすすめします。あとは玄関、キッチン、リビング、寝室、お風呂やトイレ掃除する場所はたくさんあるんですけど、全部一気にやろうとするとちょっと大変なので、この日できる場所の大掃除でもいいですね。いつもの掃除ではできないような細かい部分を掃除したり、ちょうど日曜日なので家族みんなで手分けして掃除するといいです。今年溜まった邪気を追い払う気持ちで家に感謝をしながら大掃除をすると、2024年の運気も上がっていって、その後の運気も気運も大激変していきますからね。そして有常寿日にやったらいい3つ目のアクションは神社参拝。この日は自分の住んでいる地域を守ってくれている氏神様や自分の生まれた土地の仏那様に参拝するといいです。厄落とししたい、ネガティブが特に溜まっている人は神社とかお寺に行くことをお勧めします。神社の神聖なエネルギーが溜まっているネガティブを浄化してくれます。長い参道を歩くと大吉で、長ければ長いほどネガティブや厄が削ぎ落とされていくんです。参道をゆっくり歩いて一歩一歩ネガティブが浄化されるのを感じてみてくださいね。有常寿日でも吉っぽいの神社仏閣や金運にご利益がある神社仏閣に行くのはおすすめです。ぜひこの日番を参考にしてね。吉っぽいは簡単に波動を上げて運のポイントが莫大に上がりますからね。次にこの不常寿日にやるといい4つ目のアクションはバラを飾って大掃除する。大掃除にはぴったりな日ですけど、特にこの日はバラを飾って掃除すると運気も気運もいつもよりもさらに波動が上がります。バラは花の中でもとっても波動が高いので、その場を浄化してくれるパワーも強いし、いいエネルギーをどんどん取り入れてくれるんです。自分がいいなぁと思ったバラを一本でもいいので、飾って掃除をすると一気に波動が上がっていって、その場もパッと明るくなっていいエネルギーが充満します。バラは見た目もゴージャスで、お花を家に飾るのは自然のエネルギーと生命のエネルギーを取り入れることができるので、ネガティブな気持ちを癒すこともできます。お花屋さんでお気に入りのバラを見つけて飾るだけでも気分は上がっていくので、浄化のパワーを増していって大掃除のパワーも倍増するので、その後に運気も気運も波動も上がってきますからね。そして次に有常寿日にやるといい5つ目のアクションは睡眠を重視する。快適な睡眠は健康を保つためには欠かせないものですよね。この日は快眠を意識して睡眠の質を高めたり、自分が心地よく眠れるのを重視すると今後の運気に関わります。快眠するために優しい香りを置いておくのもいいし、眠る前1時間はスマホを見ないとか、リラックスできる音楽を聴いてみるとか、ストレッチをして体を緩めておくのもいいですね。いい睡眠が取れると体も心も健康になって、次の日のパフォーマンスも上がります。リラックスして眠ることができると、潜在意識ともつながりやすくなって、寝ている間にいいエネルギーをチャージすることができます。質のいい睡眠はね、運気や金運アップの土台になる健康運が上がっていくので、その後に自分の波動が上がって、気運も大きく変わっていきますからね。そして不常寿日にやるといい6つ目のアクションは、花屋さんに行く。この日に行ったらいいスポットは、お花屋さんです。お花の持っている浄化のパワーとか、癒しのパワーが溢れている場所で、行くだけでも元気をいただくことができます。ちょうどバラを飾って大掃除をするといい日なので、バラを買いに行くのもいいですね。寒い季節でも今は色とりどりのお花が揃っているので、見ていてもワクワクしてきます。ちょっと可愛らしいお花にエネルギーをもらうと、その後に運気が急上昇していきますからね。そしてこの日につけておくといいカラーは黒です。自分の意志を持つためのパワーをいただくことができる色なんですね。身につけると自分の力を発揮することができて、前に進むことができます。ファッションに取り入れたり、持ち物に取り入れると心の声も聞きやすくなります。次にこの日につけておくといいものは、蝶々のグッズ。波動が高い生き物で、蝶々のグッズをつけておくとエネルギーをチャージすることができて、その後に運気が上がってきます。グッズがない人は見るだけでも波動を自分に取り入れることができます。飛躍の意味も持っているので、つけておくとその後に運気が上がって、仕事運も気運もどんどん上がっていきますからね。というこの日は大浄化のエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることもアクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの不成就日にやろうと思うこと、そして手放ししたいこと、これを断捨離するなどをね、ぜひこのコメント欄に書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。主人からの大切ないただき物の断捨離を10年困っていましたが、先日おのりこ先生のアドバイスで思い切って一粒万倍日に断捨離。すると、その一粒万倍日に希望の条件の転職先が決まりました。トリプルでありがとうございますという方。長年着ていて暖かいけどデザインももうときめかなくなっていたダウンジャケットを思い切って断捨離しました。するとその日に5万円の臨時収入があって飛び上がるほど驚きました。さらに次の日も 5,000 円の臨時収入が。自分の番はいつかなと思ってたらついにやってきましたという方。のりこさんの動画に出会ってから確かに私は変わりました。考え方や物事の捉え方に変化が起きました。60代ですが今は断捨離や開運アクションを続けてきたおかげで前向きな行動が自然に取れるようになり、金運も上昇中です。30年以上住んでいる我が家が以前よりきれいに整っていくのが嬉しいです。健康で働けること、プラス年金が収入に加わり、充実した晩年を迎えられていますという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。私もですね、うちの中では断捨離が始まってます。ちょっと大掛かりでやってますけど、と言っても特にうちの旦那様がやってるんですけどね。だけど、やっぱり家が綺麗になるっていいですよね。捨てると気持ちがいいんですけど、捨てるまで悩む時もありますよね。私もなるべく捨てるように頑張ります。みんなも一緒に断捨離と大掃除やりましょうね。じゃあね。